はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも JICA 海外協力隊出身で、まあ、今はフリーランスデザイナーとして働かれている、はい、近藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、2014年の10月から2016年の10月まで JOCV として、ヨルダンに派遣されていました。はい、その後はですね、東京の広告代理店に就職し、今は、フリーランスでデザイナーをやっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。異色ですね。はい、あっち行ったりこっち行ったりなかなかそういうバックグラウンドをお持ちの方いらっしゃらないんで楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、っていうところで、まあ、とはいえなんですけど、はい、まあ、そもそも近藤さんが国際協力とか海外に興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしたいなと思ってまして、はい、実際何がきっかけだったんですか。うちは父親が国際協力にちょっと興味を持っているタイプで、お父様がもう、そうなんですよね。で、小さい時はまだ日本のこともよく分かってないのに海外のことを言われても全く分からなかったんですけど、はい、例えばご飯を残したりすると、はい、そのアフリカにはご飯をお腹いっぱい食べられない子がいるんだよみたいなのをこう父親がこう小さい私に向かってこう熱弁をするんですけど、まあ理解ができず、そうですね、もうパパ何言ってるんだろうみたいな感じで過ごしてきたんですけど、まあ途中で中学3年生の時にたまたま国語の教科書を見た時に青年海外協力隊のコラムを書いているページがあって、それを見た時にこうビビッと来てしまって、あ、なんだこれは面白そうって、そうですね、中学3年生の時に感じて、ちょっとこれは私の人生の中で1回は経験したいなって思ったのがきっかけです。あ、そうだったんですね。じゃあもうそこの教科書に書かれてたって感じなんですか。そうなんですよ、アフリカのどこの国かは忘れてしまったんですけど、看護師さんが、そうですね、現地で奮闘しているコラムを読んで、子供ながらに、はい、それで興味を持ったって感じなんですか。あ、そうですね、そこで初めて、あ、国際協力っていうものがあるんだっていうのを初めて知ったっていう感じですね。じゃあそこから知って、はい、海外とかって結構行かれたりしたんですか。その後大学生の時に初めて、アメリカに行ったんですけれども、私教育大学の美術出身なんですけど、その教育大学がアメリカのメリーランドと姉妹提携をしていて、はい、短期留学みたいな形で、はい、アメリカに行ったのが初めて。なるほど、はい、実際英語はその時はできた感じですか。全くできずにじゃあその中で、はい、まあ、英語の短期留学みたいな、英語っていうよりはもう教育に特化した留学っていう形で。すごいんだけど、むしろ。そうなんですよ、行って英語もまともに喋れないのに、幼稚園から大学までバーッとこうツアーみたいな感じで見せられて、最後に小学校に連れてかれて、そこで教育実習をするんですよ。そうなんです。あ、そうなんですね。そうなんです。え、実際それってどれぐらいの期間で行かれたんですか。1ヶ月ちょっとぐらいの期間だと思うんですけ ど。じゃあ1ヶ月の期間でアメリカのメリーランドのところに行って、はい、ホームステイをします。はい、あ、私が所属してたのは大学の時で、姉妹校も、姉妹校はいろいろあって。あ、そうなんです。小学校からもう大学までいろいろあって、でもホームステイされてたんですね。はい、ホームステイしてたまたま教育実習したのは小学校でした。ちなみにホームステイどうでした。ホームステイは例えばシャワーを浴びたい、それさえも言えなくて、もうそれから定価シャワーがもう出てこなくて分かんなくて、シャワーシャワーみたいな感じで、も優しいホームステイのママだったんで、定価シャワーって言うんだよみたいな教えてくれて、もう大変お世話になりました。ちなみにその1ヶ月 の、はい、いわゆる短期留学で、ホームシックにはならなかったですか。ホームシック国にはほぼならなくて、もうなんか常に新しいものがいっぱいあって、うん、なんか楽しくて。じゃあもうやっぱ度胸はすごいあった。もう親は心配したと思うんです。
なるほど、はい、じゃあ実際そのアメリカ1ヶ月間行ったじゃないですか、はい、その後戻ってきて、どういう進路っていうところを歩んでいくんですか。海外って、英語をいっぱい喋れなくても行けるじゃんっていうのに、確かにね、そうなんですよ、英語なくても1ヶ月間いらっしゃるって言えたんでね、はいはい、でちょっといろんなところ行ってみようかなっていう気になって、はいはい、まあそこから休学とかはしてないんですけど、こう時間があるときにちょっとお金貯めていろんなところに遊びに行くみたいな感覚でいて、はい、まあ、最初に行った途上国って言われるのが多分ベトナム。あ、そうなんですね。そうですね。ベトナムは一人で行かれたんですか。これが美術のチームみたいなのが大学であって、はいはいはい、でそこのなんか海外研修みたいな、そんなのあるんだ。そうなんですよ。すごいっすね。たまたまあって、それで多分途上国にいたのはそれが初めてでしたね。ちなみにベトナムで美術のそういうなんか研修みたいなので何するんですか、はい、美術品を見るとかって思われがちなんですけども、はい、難航って感じであ、なるほどね。ちなみに、はい、でも美術学んでる、うん、あ、専攻は美術なんですか。あ、そうです、教育学部の中の美術ですね、うん、そうなん、はい、美術を学んでる人が、はい、途上国とか海外行くじゃないですか、はい、どういう視点で観光を回るんですか。多分建物とか見た時に、わ、すごいこの建物様式はみたいな感じで見るんですか。あ、でもそれもやっぱりあって、ベトナムってフランスからの領地だったっていうのもあって、はい、建物が結構ヨーロッパ寄りの、はい、だったり、はい、まあ、そういう説明もあったり、あと博物館に行ったりもするんですけど、はいはい、やっぱり日本の綺麗な博物館を見てから、はい、途上国の博物館とかを見ると、はい、もう雑なんですびっくりするくらい。あ、そうなんですね、はい、なんか遺跡とか、もう日本は綺麗に保管をしているんですけど、もう掘りっぱなしみたいな、はい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 、で見るならどうぞみたいなそんな感じで、もう誰でも あんま管理されてない。そうですね、はい、もう掘ったまんまみたいなところはあって、ちょっと面白かったです、ね。はいはい、あ、そうなんですね。まあ、でもそれ同じ美術の担当の人とかと一緒に行くと、うん、はい、会話が楽しそうですね。そうですね。いや、この美術はここが面白そうだみたいな話になるんですかちょっとごめんなさい、変な偏見持っちゃってるかもしれない。そうで、ちょっとマニアックな話にもなったりはするんですけど面白いですね、そういう話聞いてみたいですね、むしろ。ただあの、やっぱりベトナムの美術って言われてもピンと来ない方が多いと思うんですけど、どっちかっていうとこう絵画的っていうよりは旗織りとか織物系、そっち系のとかがこう繊細だったりして、またちょっと日本とも違う色合い、色使いとかがあったり、その辺はすごいいい刺激になったりしました。なるほど、そうなんですね、はい、じゃあ大学卒業してからはそのままなんか JICA 海外協力隊とかそっち系に行くんですか。そう、大学を卒業してからは1年間だけ高校教師をやっていまして、はいはい、そうだったんですね、はい。というのも実は大学4年の時に JOCV の試験に落ちたんです、はい、あ、そうなんですよ。そうなんですよ、はい、経験がないのと、あとまあ身体測定もダメだったボロボロで落ちて、ボロボロだった、はい、落ちてしまった。結果のあれ出ますよ、出ますよね。そうなんですよね、バツみたいな健康診断もダメだった、体重低すぎるみたいな。なるほど、結構厳しい。そこでダメだったんですね。じゃあそれで高校の教師をした、はい、1年間高校の教師して、はい、実際どうでした。やっぱり経験を積めたのは私的には良かったなと思って。なるほど、はい、じゃあ1年の経験を経て、はい、もう一回 JICA 海外協力隊。そうなんです、どうしてもやっぱり行きたくて、はいはい、諦めきれずに高校教師をやりながら合間に試験を受けに行くっていう感じで。実際どうでした、それで、はい、あのやってみて。もう2回目は大丈夫でした。2回目はこれ受かったなって思うぐらいやっぱ経験も積めたし、喋、うん、れるワードがやっぱり増えてきたかな。なるほど、そこか、まあ、はい、先生としての経験として語れる部分が増えたと、ね、はい。養成内容としては職種は小学校教員みたいなのがあるんですか。大学4年生の時に受けたのは小学校教諭で受けたんですけど、うん、美術でやってみようかなっていう切り替えが自分の中でできたので、うんうんうん、教育系の美術っていう。すごっ、はい、美術って受けるじゃないですか、はい、まあ、これちょっと聞いてみたいんですけど、はい、美術の面接って何聞かれるんですか。普通にいわゆる面接っていうのと、はい、あとはポートフォリオ。ポートフォリオ、はい、あの作品集みたいなやつ。ああ、そうなんですね、はい、あれを持って行ってこう説明するみたいな、はい、そういう試験でした。何持ってったんですか。もうちょっと覚えてないんですけど、大学の時の卒業制作とか持ってた、はいはい、美術の方は研究論文じゃなくて、はい、美術の作品でそれが評価されるんですか。ど
ここまでこう評価されてるか分かんないんですけど、現物を持ってくる人もいるし、すごくない？こう大きいやつですか？ちっちゃいやつ。そんなに大きいのも持ち運べないと思うんですけど、この大体みんなファイリングしたので面接官の方に見せていくっていう。このバトマリを見せて、そうです、ここはこうなんですみたいな。そう、この作品はこう、こうなんです、どうなんですみたいなのを説明する。評価できるかな。そうなんです、あんまり国際協力とあんまりこうリンクしてないみたいなところはあるんですけ ど。あ、そうなんですね、はい、でもそこで手応え感じていけたわけですね。そうですね。美術はどこの要請が多かったんですか？はい、美術はやっぱり妖精自体が少ないの で、ね、ヨルダンがもちろんあって、はい、あとはベリーニとか。ベリーニ、あのそんな国あったっけ？メキシコとかの方なんですよね。そうなん、あの調べたら、はい、殺人が起こる国ランキングナンバーワンみたいな、はい、すごいところでしたね。もうちょっとその美術の要請の中って数少ないじゃないですか、はい、じゃあもうそこも一旦応募の中に入れた。そうです、3つ絞らなくちゃいけなくて、はい、でその3つのうちに自動的にベリーニが入ってくる。はい、でヨルダンももちろん入ってくる、はい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 、でどちらに変えたんですか？最終的にはヨルダンに、うん、なるほど、はい、そうなんですね、はい、実際そのヨルダンでの内容っていうのはどういう内容だったんですか？はい、ヨルダンではパレスチナ難民局、うんうん、UN ですね、はいはいはい、国連の学校で美術の授業をこう普及していくっていう活動をしていました。すごい、美術ってそんなこともできるんだ、すごいですね。やっぱあのやっぱ上層教育が あの途上国の国って乏しくて、やっぱりどうしても国語とか算数とか、うん、そっちのメインの教科ばっかりになってしまうので、うん、もうちょっとこう表現を幅を広げるっていう意味で音楽、美術、体育っていう教科を入れていきましょうっていうのを、JOCB が担っているっていう感じです。そういう感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、この動画では河野さんが、国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、まあ、JICA 海外協力隊に入るまでっていうところをお聞きしたんですけど、まあ、この次の動画ではJICA海外協力隊としてどんなことをしていたのかっていう部分も含めてお話をお伺いしていこうかなと思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。